新しいことを学びたい、スポーツや文化施設を探したい、きっと見つかる岡山ライフ、あなたの暮らしを応援します。ふみお、秋には芸術祭や大きな展覧会が次々と開催される。まさに芸術の秋じゃな。はい、師匠。岡山市でも今年は3年に一度の国際現代美術展が開催中じゃ。市民が身近にアートと接することができる機会じゃな。街中にアート作品が展示されているんですよね。岡山の街とアートがどんな風に融合しているのかちょっと見てみよう。はい、師匠、お供します。岡山市で3年に一度開かれる岡山芸術交流、歴史文化資産にあふれる岡山の風景とアート作品を融合させることで都市の新たな魅力を作り出し、にぎわいを生もうと2016年に始まりました。歩いて回れるコンパクトな開催が特徴で、芸術鑑賞とともに街歩きも同時に楽しめます。前回は23万4千人の方が来場されまして、街を歩いていて突然現代アートに出会い驚いたなど、そんな声をいただきました。今回のタイトルは、もし蛇が話せたら、もし蛇が新幹線だったらなど、自由に解釈が広がる、そんなタイトルです。展覧会自体も想像力を膨らませながら自由に楽しんでほしいという、そんな思いがこもっています。岡山カルチャーゾーンと位置づけられている後楽園や岡山城周辺には各種の文化施設が集まり、岡山の歴史、芸術、文化に触れることができます。この地域の7つの会場を中心に、公園や通りにも40点の現代アート作品が展示されています。 AI や科学技術に関する作品、映像作品、パフォーマンス作品など様々です。こちらは旧内三下小学校、パメラ・ローゼンクランツさんの作品です。この蛇は電子音に影響を受けます。来場者の方が写真撮影などをすると、蛇の動き方や蛇の動くタイミングが変わるかもしれません。この土俵は旧内三下小学校出身の、横綱の方が寄贈されたものでして、ずっと使用されてなかったんですが、この芸術交流で作品を展示するということで修復されました。現代アートと、地域の文化資産の融合と言える作品だと思います。林原美術館にはイアン・チェンさんの作品が展示されています。ボブという AI が搭載されたキャラクターの作品があります。携帯からアプリをダウンロードしてもらい、ボブに、餌をやることで成長し変化します。会期が終わる頃には岡山バージョンの林原美術館で出来上がったボブが完成します。現代アートってなかなかまとまって見る機会っていうのは少ないと思うんですけども、裾野を広げるという意味でも大変有効なんじゃないでしょうかね。老若男女いろんな人が目に触れる機会がこうやってできると思いますので、そういった意味ではいいんじゃないかなと思います。空間をかなりなんか贅沢にっていうか、くり抜いたりとかしててすごいなと思いました。場所柄もすごい素敵でいいですね。街の中に彫刻とかなんかうまく溶け込んでるなっていうふうに思いました。なんかフラッと入ってきたおじいちゃんとなんか一緒に会話して作品見れて、なんかすごいそれが良かったなかなかね、話しながら和気あいあいと見られるのって美術館じゃないから楽しいです。そういうのを含めて歴史と文化の香り豊かなこの地域に、想像力を刺激する現代アート作品を融合させたことで、鑑賞者はそれぞれに岡山の新たな魅力を発見しているようでした。ファンタジーのような非日常感を味わえる世界を楽しんでいただきたいと思います。不思議だなと考えたり、驚きや感動を体験する機会を作れればと思います。新しいものに触れるきっかけ作りになればと思います。どうじゃふみよ、岡山芸術交流を堪能できたかな。はい、師匠、なんだか創作意欲を刺激された気がします。お、実はわしもじゃよ。どれ、この秋はわしらも現代アートに挑戦してみるか。はい、師匠、芸術の秋を満喫しましょう。